大原麺。あれ麺本当だ。麺いない。あれ作業してんじゃないどっかで。皆さんどこ？観光機。え、その辺。あれ？あれ？あれ皆さんどこおられます？ここよ、ここよ。いつものあ、麺いた。あれ？あ、麺いたわ。いたわ。本当だ。戻ったわ。失礼いたしました。すごい持ったな。帰っちゃった。二人目の、二人目の麺が。代役が。本当だ。はい、というわけでどうもこんばんは、カズクラでございます。というわけで月に1回のあれが次にやってきました。どうぞ皆さん。どうもマグリーです。お願いいたします。お願いします。どうもトズルです。そしてボンジュール、ボンジュールだ。トムでーす。トムでーす。どうも皆さんこんにちは。はい、おつです。大原です。よろしくお願いします。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 パンぎこちない感じで始まってしまいました。皆さんやってきましたね、ついに。月ってもうそんな経ちましたか。すごい。確かに2週間前ぐらいな気しますけど。死んでしまった。なんとなくですよ、なんとなく。ゴールデンウィークにも入るし。なるほどなるほど。ね、自宅にいないといけないし。はいはい。さあ、というわけでやっぱ人生のピリピリ、ドキドキしながら行きたいということで。人生のピリピリ。よくわからない。やだ。怖すぎる。刺激が足りんか。はい。ね、刺激が欲しいですよね、皆さん。はい。欲しいでーす。めちゃくちゃ欲しいです。欲しいでーす。約月1で月に1回やるとやる。約月1でやっぱ奪い合っていかないといけないんじゃないのかな。来てしまいました、ね。はい。で本日ですね、皆さん用にもうこちらちょっとご用意いたしまして。あ、やってみたい。すごい。うわ、なんだこれ。ちょっと一回と寒いのあるな、これ。なんかそうっすね。あら、涼しそうなやつがあるぞ。これだけちょっとね、そろばんかったやん、待ってね。うん。まあとりあえず、今巣の状態の、まあ、装備が。なるほど。こんな感じでね、揃ってるんですけど。あ、見ていいですね、これまだ。あ、もうこれ見ていいですよ、はい。ああ、ほんとだ。あ、ほんとだ。その状態だ。はい。はいはいはい。あ、何もないですね。見てですね、まあ、受け取ってください。あ、はい。え、いいんですか？もう受け、一チーム一つ、一列ですよ。私、こっちの端っこのやつ、ちょっと。チャンネル、そうですね。あー、なるほど、なるほど。マジですか？カスさんだけちょっと弱くないか、これちゃんと今の頭のやつつけるんで、はいはい。あ、なるほどね。で、今持ってるやつはここ直しておけばいいんですね。はいはい。取れましたか？取れました。おお、すごいすごい。でですね、今このまんまだとどうしても実力差が出てしまうんじゃないのかっていう。うん、最もです、はい。なるほど。そういった問題が出てしまうんですよ。はい。なので、はい、本日はですね、なんとガチャ要素をちゃんとご用意いたしました。出た。恒例のね。恒例のガチャですね。ほんでちょっと皆さんに来ていただきたいのはこちらで。はーい。待ってくださいね。なんすか、なんですか。そうです。エンチャントガチャ素晴らしい。うわー、なるほど。勘がいい。なるほど。そういうことか。でもガチャ、そのエンチャントレベルのばらつきがものすごく出ると思われるので。なるほど。え、今正直言ってエンチャントレベルはマグニーは2です。はい、落ちたばっかりです。はい、僕12。はい、あ、はあはあ、あれ経験値、あ、僕全部ですよ。やべえ。1は33あるので。ああ、ああ、なるほど。まあ多分マックスのやつで、まあ、2エンチャできるんですよね。2エンチャ、そうですな。で今回はまあどれでもいいです。うん、2エンチャントまでやっていい。剣でも、ボングでも。あ、これ結局 PVP なんですよね。そうですよ。そうだそうだ。そうですよ。また来月はね、ルール変わりますんで。リセマラっていうか。リセマラ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 はリセマラですよ。リセマラ面白いな。絶対ダメ、絶対ダメ。最後の装備になるっていう。はい。代表者1名ずつですね。はい。経験値吸い取ってください。はい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 。いくらいかな、どうぞ。すげえ。俺ももらった。経験値。43いきました。俺ももらって48になった。今ので。これ？経験値どこで？はみ出で48までいきました。すいません。ケンピョさん知らない説。え、これ、どうやって経験値？かまどから。経験値かまどですよ。あ、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない。もう一個いこう。真ん中の方。
真ん中の釜から。これを一個吸い取る。出来上がったら取ると。おお。どうどう。おお。うわ49。ちょっと待って。ポンタ今。めっちゃ。ポンタ今ちょっと取ったでしょ経験値。ええー。これおこぼれだ。おこぼれね。これ40。もう試合始まってるんですね。ポンタ今だって11から44まで上がってた。同じです同じです。俺と同じださっき。いやなんか大丈夫してるだけでいいからね。吸い取るの。じゃあみんなこっちの方にね。いろいろあるから、はい、ね、まず私これね、内緒にしてればいいからね、内緒にしてれば何がついたかはね、そう、何がついたかは、言わないってことですか、あ、なるほど、そう、何がついたかは内緒で、それは面白いな、2つまでですね、2つまでか、2つまでちゃんと OK、はい、ほんでも1回見たらもうそれで終わり、あ、1回見たらもう、わかりました、もう、もうどれか選ぶってことはもう禁止ってことですね。そうそう、一回見たらもうそれでマックスエンチャント、いやーこれちょっとボンさん作戦会議マジか、どうしよっか、やっぱこう、いやこれちょっと大原本気で勝ちたいからさ、大原やってくんない、エンチャント本気、そうじゃあ分かった、ちょっとまず私、あ、俺がケンちゃんの一番でかそう、一番ケンいきます、私ケンいきます、ケンいくのね、あーなるほどケンと僕どっちがいいのかな、2個まで大丈夫だよな、ダメなんだよね、やらなきゃダメでしょ、ダメなんだよね、それやり直したら、やり直してダメなんだよね、いつまでちゃうからダメだね、ダメだね、なるほど、いきます、ボーグでいきます、あ、いった、何つけたんだ、そういうことか、これ内緒ですもんね、これ、しょっぱそうだな、これこういうことか、参ります、おーおお、やってますね。これは嘘の反応。強そうにして、強そうに。じゃあ僕たちも行きまーす。お願いします。お願いします。頼むよ。じゃあ僕たちまずこれね。まずこれ。これなんだなんだなんだ。うわあ！マジで？嘘だぞこれ。嘘ですよこれ。嘘ですよこれ。何何？何何？じゃあ清原行きまーす。どうだい2個目、剣いきます。剣いきます。ほんとに？めっちゃ強い！めっちゃ強い！ほんとか？剣の方が、剣の方が、信じていいのか？ちょっと、これは剣の方だ。あっちの人にちょっと、剣の方だ。ちょっと皆さん、あっちの方でちょっと寝てから、ね、寝てからちょっと試合開始しましょうか。うわぁ、危ねえのいますよ。どう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 。まだまだ見せれないからね、まだ。あ、危ないのいますね。剣使いたくない。まだちょっとね、こっちの技見せたくないからね。ダメージ食らいたくない。わあ、いるいるいる、うん、雲がやめて、ほらほら、おー、ちょっとゴーレムに任せる、確かにゴーレムはね、大活躍中、中にいるよ、もうスケルトン中にいるから、嘘でしょ、え、本当だ本当だ本当だ、ちょっと誰かちょっと素手で戦おう、素手で、おー、ボンさんがやった、ボンさんがやってくれた、あ、やばいやばい、ボンさん、ボンさんの剣めっちゃ強そう、どこベッド、フロングです、ここにあります、この裏側にあります、危ない、寝る、めっちゃフリートイだ、俺やってる、ボンさんが困ってる、レンダーかんのだから、やばい、今もう一回後ろからクリーパー来てる、寝よ、でもついてきた、寝よ、寝ろ、めちゃ寝よ、大丈夫ですか、これこれで爆発しろ、大事さん、バンうるさいな、早速ね、まあ、こちら戦いの場に、いつもの場所にと思うんですけど、これゾンビツアーサービスですね、これ、これゾンビはサービスですね、これはゾンビ、何このサービスゾンビ、ゾンビサービスゾンビですね、どっちのターゲットになるかね、これ、やだなそれなら、まず対戦表を決めないといけないと思うんですけど、そうですね、どうしますかね、今回前と違う組み合わせにします、前と違う組み合わせならマウニー VS
キヨキヨさんが。そうそうそう、ああ、そうですね、そうですね。はい、よし。ほな、それでいきますか、今回は。お願いします。OK です。え、ちなみに、これ、最下位ってまた罰ゲームあるんですか？わかりました。それは、まだ、まだ未発表。ないわけない。あ、そうですね。ないわけない。なんなら、最下位に、まあ、領土を奪わせる。はい、うわー、領土か。前と同じエリア。まあ、面積も前言った感じか、はい、まあ、松早いて、侵食した場所を、2箇所分なのか。バスね。はい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 。ホトドル行ったとこね。はい、はいはいはい。そんな形で。いや、面白いな。あとなんかもう1個ぐらいやる？もう1個。デメリット増やす。はいはいはい。はいはい、わかりました。お願いします。カズさん。1ヶ月間、背中に、1位の人の入れ墨を掘ること。グオじゃない。入れ墨入れ墨ね。重いわ。分かった。うん、あ、そっか。1ヶ月間か。なるほど。スキンを変更するってことね。背中に。宣伝になるってことですね。はい、チャンネルで。そうです。宣伝宣伝。負けましたと、あなたに負けました。負けました宣伝。宣伝させよう。なるほどね。うん、絶対嫌だ。だって2人チームのところは2人ちゃんと。嘘。嘘ですか。無理だな、めっちゃ面白い。いただくということで、こいつはもう何が。え、1回戦僕とマグニーさんですか。はい、そうですよ。はい、やりましょう。じゃあ、清原交代しましょう。じゃあ、僕交代しましょう。え、ゾンビいいんだけど。どっちにつくからね。ゾンビ、ドズレさんに張り付いてるんですよ、ずっと。ずっとドズレさん。目線合わせんとこ。やばいやばいやばい、こっち来た。それ不利だ、それ不利だな。こっち来た。はいはいはい。どうですか、皆さん。こっち来た。準備はできましたか？今は俺有利。完了です。圧倒的有利。やばいやばいやばい。できましたか、準備は。準備完了です。完了です。さあ、はい、では行きますよ。お願いします。第2回入れ墨大会。いや、勝ったね。頑張れ。あー、痛い痛い。頑張って。あー、弱すぎるわ。瞬殺。え、瞬殺よ。キヨキヨさん欲しがったでしょ。違います、違います、違います。本当に失礼しましたね。してない、してない。拾っときましょう。マジか。今掘りたい、掘りたいと。本当に弱い。どうぞ。こっちどうぞ。ありがとうございます。あれ、もうこんなどっか行っちゃいました、僕ら。味しめましたよ。味しめて。罰ゲームじゃない。いやいや、違う。違う。負けた方が美味しいことだった。いや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 。しょうがない、パイセン頼みますわ、ちょっと。まあいいかな。2つしかない。ほんなら。はぁ。え、2つしかない。うん、もうあと燃えちゃったよ。燃えちゃった。マグマで。はいはい。エンチャントがあんまりリアクション大きかった。確かに。こっちのエンチャント。まあ要は技術がね、勝るかどうかっていうね。エンチャント楽しいな。だいぶ変わりますよ。これ縦でノーダメージだよね、マウギ。そうですよ。はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。使えばよかったんだ。縦を有効的にね。ではでは、お願いします。お願いします。お願いします。では入れ墨大会。クリパが。もうボイス割れた。ボイス割れた。すごい。カズさんが死ぬと初めてだ。この件。強い。それちょっと本気だな。ありがとうございます。ドズルさんが本気なのこれ。イエーイ、ボンさんやりました。これはあるわ。ワンクルワセあるな、これ。カズさん、そういうほとんどなくなりました。はい、ドズルさん、いいね。いいよ、ボアラ勝てるよ、ボアラ。ちょっと頭見せていいの、それ。頭、頭見せて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 、誰か。ない、なんか穴落ちたんだけど。でね、大変ちょっと申し訳ないんだけど、俺試合開始前ここでクリーパー爆発したの。バカにしてて、バカにしてて、用意スタートで爆発してた。出にくなっちゃった。ゴングみたいになっちゃった。ゴングになってないんですよ。かっこよく出にくなっちゃった。出てこれなくなっちゃったね。
変な穴に。それなら次は1位決定戦ですね。この入れ墨ですからね、入れ墨。入れ墨が勝ったら、勝ったら入れてもらえる。勝ったら入れてもやばいよこれ。勝ったら入れてもらえるんだね。よし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 、すごいな。いきますよ。入れて、はい、これに勝ったものは背中に、入れ墨を入れる権利がある。では試合スタート。わっふー、さあちょっと味わった。おー、見合ってる見合ってる。おーおー、あれあー、なるほど。立てあーおー、いい勝負。おーおーおー、いい、強い。おーおえ、本当だったりだったの？ノックバックがすごかったね。ノックバックと、あと一撃強い。ああ、なるほど。はい、ああ、なるほど。僕、チェストは耐久さんとダメージ軽減さんです。うわ、それか。はい、強いな、張り引きました。それだわ。全然減らなかった。なるほど。なるほど。強すぎる。いや、オハラいける。マジでいけるよ、オハラいけるよ。でも、カズさんか、相手。ちょっと待って、うち防具がないんだけど、もう全部なしの捨て頃の戦いでどうだ。わかりました。いや、本気の殴り合いよ。一番綺麗だ。捨て頃の殴り合いでどうだ、これ。ね、誰が、ね、バキになるか。ね、衝撃映像。まんま言うようになれるかね。面白いと。ほんなら再会は背中に、ドスバンさんの入れ墨。入れ墨すぐボタンを覚えされた目に取られない。終わらない、勝ってよ。うん、5月はそういうことだからね。うわ、5月なんですねこれ。5月いっぱい背中に入れ墨だから。はい、行くよ。では再会決定戦スタートー。オーラファイト。ちょっと欲しかったでしょ。5月の撮影分逆に少数増える案件。いやー、勝ってしまいました。ちょっとすごいね。ドゼルさん、カズさんの背中に乗せたかった感すごいですもん。それらの背中乗っても意味ないから、ドゼルさんの宣伝ちょっと。いや、意味ありますよね。あ、確かに。あ、違う、リョウト、そうだ。おー、やばい、僕らの忘れてましたね。街めっちゃちっちゃいんですよ、今までも。やばい、やばい。あの、ハウスもらえますか。やばい。いや、でもそういうこと、どうします、ボドズル1本分ぐらいにします。ボドズル生やして、あ、違う、松生やして、うん、あ、松生やして、その土の領土にしましょう、じゃあ。そうね、はい。どこでもいいですか、どこでもいいですか。どこでもいいですよ、はい、それはもうどこでもですよ、優勝者なので。松を生やして、そこをもらいます。いや、領地が、領地が。はい、というわけで、まさかのですね、今回ドズルさんが優勝ということで、おめでとうございます。まさかの、まさかの予想通りです。ボンさん何もしてないのに。見たかと、どうだと。ボンさんどうだと。うちのドズルはボンさんだけに出場してもらいましょう。次はボンさんだけ。ボンさん。ダメだボンさん。ダメだボンさん。そういうのダメ。そういうタイプじゃねえ。そうそう、そういうタイプじゃねえ。今日だってボンさん経験値もしかしてない。僕も本来そうなんだ。次はボンさんが出場ということで、はい、決定いたします。はい、濃厚対決じゃ、あの畑対決じゃ。それなるほど。平和的にね。また次ね、もう次は殺し屋もやめましょう。はい。了解です。やめて、また別のやつをなんか作っていけたらいいなと思いますので。楽しみ。はい。で、5月の更新分は、漁協面は、ドンさんの、顔面を背中に掘っていただくということで。どうなんだろうね。
じゃあ僕もドズルさんですわ。そしたら僕ドズルさん掘って大原メンがボンさん。コンビのね。バランス取れたんだね。バランス取れたんだよこれ。なるようになったんだね。はい。ほんで次は、ドズボンさんのチャンネルで、はい、明日の更新ですかね、おそらく。明日あります、はい、あの領土を奪う分だけですね、奪っていただきますので。奪うなんて、これ。はい、やばいやばい。いいな、はい。ぜひチェックしてください。お願いします。はい、他のみんなのね、チャンネルは、ね、概要欄、リンク貼り付けておきますので、よろしくお願いいたします。お願いします。ではまた1ヶ月後にお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。